車の取説。トヨタ GR スープラ。トヨタのスポーツブランド GR を象徴する GR スープラは、直列6気筒エンジンを搭載した FR 車という歴代スープラの伝統を継承したピュアスポーツカー。現行モデルは2019年に17年ぶりの復活を果たした5代目で、 BMW の Z4 とは兄弟車という関係になります。ラインナップは、直6ガソリンターボを搭載する RZ を頂点に、チューニングの異なる直4ガソリンターボをそれぞれ搭載する SZR と SZ を設定。価格帯は499万5000円から731万3000円となります。パワートレインは8速オートマもしくは6速マニュアルから選択できる3リッターの直6ガソリンターボと、8速オートマのみとなる2リッターの直4ガソリンターボを設定。駆動方式は FR のみ。 WLTC モード燃費はリッター11キロから 14.5 キロとなります。今回は最上級グレード RZ のオートマ車で、高速道路と一般道をおよそ200キロ走行しましたが、メーター表示の実燃費はリッター 8.7 キロでした。運転支援システムは、衝突被害軽減ブレーキやブラインドスポットモニター、ステアリング支援付きのレーンディパーチャーアラートなどを標準装備。オートマ車には全車速追従式のレーダークルーズコントロールも装備されます。ボディサイズは全長4380mm、ホイールベース2470mm、全高1295mm、全幅1865mm、最低地上高は117mm となります。エクステリアはピュアスポーツの理想的な形を追求。 1.55 というホイールベースとトレッドの黄金比をはじめ、50対50の前後重量配分や徹底した低重心化にこだわりつつ、線と面が有機的に絡み合ったダイナミックなフォルムが描き出されています。完全ツーシーターとなるコックピットは Z4 とパーツを共有しながら独自のこだわりを注入。サーキット由来のハイバックスポーツシートをはじめ、ハイスピード時の視認性や操作性、車両との一体感を最適化しています。最上級グレードの RZ には、イグニッションレッドの本革とアルカンターラを組み合わせた専用シートがおごられます。荷室容量は290リッター。使い勝手よりも車両全体のデザインやボディ剛性を優先して設計されています。ドリンクホルダーは2箇所、USB ソケットは1つ装備。オプション装備として各種センサーの数値などを記録するデータロガー、トヨタガズーレーシングレコーダーが用意されています。今回試乗した RZ は BMW 製の3リッター直6ガソリンターボを搭載し、圧巻のパワーとダイレクト感のある加速を実現。86のおよそ 2.5 倍というボディ剛性や俊敏なハンドリング、6気筒ならではの官能的なエキゾーストノートがドライバーのハートを揺さぶります。ドライブモードはノーマルとスポーツの2種類。オートマ車には最大限の発進加速を引き出すローンチコントロールも備わります。東京湾アクアラインを時速70キロで巡航している時の車内の騒音レベルは68デシベル程度でした。国内最高峰のレース
スーパー GT のベース車両にも採用されている GR スープラ。見る者のハートを刺激し、操る者に走りのダイナミズムを堪能させてくれるピュアスポーツカーは、今の時代に存在しているだけでも大きな価値があると言えるでしょう。